はい、皆さんこんにちは。チノンベラミ HD1 が、届きましたので開封動画を行います。それでなんですけど、これ同封してあった、紙なんですけど、これに予約いただいたお客様に、お礼として、電池を送らせていただきますということで、中にも入ってはいるんですけど、予備の電池2本、おまけでつけてくれました。ありがたいですね。チノンのニッケル水素電池ですね。はい、では開けていきましょう。はい、開けますとこんな感じですね。まずはさっきの電池のバッテリーチャージャーですね。で、グリップです。で、カメラ本体で、レンズですね。メイドインジャパンって書いてありますね。はい、でこれを取ります。でさらに取ります。そうすると保証書、取扱い説明書、これぐらいの厚さですね。でストラップで、ケースですね。で、付属の予備電池じゃなくてバッテリーですね。で、メモリーカードですね。で、HDMI ケーブル。で、こちらが USB ケーブルですね。で、以上ですね。で、これなんですけど、こちらにも書いてあるんですけど、見えるかな。ベラミ HD1 がメイドインチャイナ。で、ベラミ HD1 D マウント標準レンズ 4mmF1.2 がメイドインジャパンですね。あとの、同梱物はこちらに記載されてあります。このチノンっていう会社なんですけど、長野に本社があるらしいんですよね。で、この、写真を見たときに、初めて思ったのは、アニメで、こちらですね。あの夏で待ってる。こちらが、思い出されたんですけど、これがですね、偶然と言っていいのかわかんないんですけど、これも長野の小諸を舞台にしたアニメなんですよね。で、あとですね、ネット情報でちょっと心配だったのが、なんかこちらの本体なんですけど、プラスチックにヒケとかがあるという話があったんで、ちょっと見てみましょう。確かに。確かに、まあ、ここら辺は指紋のつきやすいピカピカですけどね。ボタン周りが少しこう、ちょっと、なんだろう、出っ張ってる感じですけど、それほどおかしくはないですね。はい。いや、いい感じだと思いますね。あと、この、アルミなんですかね。なんでしょうね。これは特に粗い作りではないと思われます。はい。こんな感じで、あとレンズですね。レンズは、メイドインジャパン。
ですね。ちょっと撮ってみましょう。これは、まあ、ちっちゃいし、フィルターとか取り付けられない感じですね。で、まあ一応これが段差があってフード代わりになっているのかな。で、じゃあちょっと触ってみましょう。絞り、絞り、ピントリングですね。ピントリング、やや固めかな、固めで、まあ、マニュアルで少し固めって感じでいい感じですね。やや固めって感じです。はい、そんな感じです。はい、チノンベラミ HD1、開封動画でした。ありがとうございます。